2番は、「そうなんですね?」です。第1課で、「〜何々んです?」を勉強しましたね。理由を求める表現として説明しましたが、ここの、「んです?」はもう一つの意味を表しています。それは、自分が相手の話に同意したという気持ちを表す使い方です。そう。 は、この場合相手の言っていることを表しこれに同意している気持ちを表しています会話ではラジさんは粗大ごみが何か分からなかったので安藤さんに聞きました。安藤さんが説明した後、ラジさんはその言葉の意味が分かって共感を表して「そうなんですね」を使いました。

は接続詞ですそれからは2つの意味があります。1つ目はある物事に続いて他の物事が起こることを表します。その後とという意味です。例えば手を洗ってそれからご飯を食べます。2つ目は ある物事に追加する意味を表します。例えば、お茶、それから、お菓子を買ってください。会話では、安藤さんは、日本でのゴミを捨てるルールをいくつか紹介しました。ここの、それから、は、ルールを追加する、という意味を表していますね。では、 映像をご覧ください自転車とか椅子とかそうなんですねそれからゴミを出す曜日も違いますよ燃えるゴミは火曜日、木曜日、金曜日の朝に出してください燃えないゴミは月曜日と水曜日の朝です